当にアイドル人材です。I think you're totally a star. Building there, we're JYP のカラーは維持しつつ一段階アップグレードさせたガールズグループを作ろうと思っています。사실그동안 K-POP 이전세계적으로사랑을받고특히이제일본에서굉장히많은팬분들로부터사랑을받았는데이제는좀새로운도전을해보고싶어서우리가이제함께일하면서신뢰를쌓은소니뮤직이라는회사와함께또일본친구들을찾아서발굴하고가르쳐서우리가갖고있던 K-POP 과한번접목시켜서새로운그룹을만들어보고자하는그런프로젝트입니다일본8개도시그리고미국2개도시에서이제지역예선을통해서가능성이보이는친구들을이제다뽑게됩니다이뽑은친구들을도쿄로모아서4박5일합숙트레이닝기간을거치면서이제한국에갈최종멤버를뽑게되고이한국에가게된친구들은6개월동안본격적인데뷔준비를합니다이니지프로젝트앞에내알파벳니지를겹쳐서쓰면이렇게사각형의 X 표가되더라고요그래서이삼각형4개를오랜기간우리가아이들을평가하는기준으로삼아왔던네가지를상징하도록도식화해봤어요그래서지역예선에는이네칸이비어있는목걸이를나눠주지만그합숙트레이닝에들어갔을때아이들의퍼포먼스에따라서이네칸이다채워지면한국에갈수있는최종멤버로선발되는그런방식을취했습니다나라도다르고세대도바뀌었기때문에자기자신을아주자유롭게자연스럽게말노래춤을통해서드러낼줄아는친구그런친구들을뽑고싶어요표조가스바라시데스오도로쿠베키사인오데스아오도로키맛이다연기력가스바라시이데스I think you're totally a star. 기대ください 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 おめでとうございます審査基準が
他の会社とは少し違うはずです。ダンスや歌が上手か下手かより大切なことはナチュラルさです。自分の声、自分の表情、自分の個性で踊って歌ってるか見ます。スター性を探しています。始めましょう。下か下。こんにちは。会えて嬉しいです。こんにちは。会えて嬉しいです。会えて嬉しいです。簡単に自己紹介してください。はい、私の名前は花田エリナです。趣味は料理です。よろしくお願いします。笑うときに本当に明るいです。ありがとうございます。私はもともと芸能界にあんまり興味がなかったんですけど、中学1年生の時に TWICE さんの存在を知って、そこからすごいハマって、ずっとその TWICE が所属している JYP っていうのもすごい憧れだったし、ずっと日本にオーディション来ないかなって思ってたのが、Niziプロジェクトがようやく来て応募することを決めました。自分が考えて自分あ上手いなと思いました。自信あります。表情が得意です。表情。表情に。ボーカルはあまり得意じゃないんですけど、ダンスと表情でかわしたいと思ってます。やってみましょう。はい。Hey, sweetie, sweetie. Hey, sweetie, sweetie. Sweetie, sweetie.自分自身が、はい、特別なアイドルになる人材だと思いますか？はい、はい、やっぱり今日オーディションとかを見ててもすごいダンスとか歌はすごい上手いのに表情がない子もたくさん見てきたので、私の表情は多分生まれ持った才能だと思うので、それを活かせるようなアーティストになりたいなって思います。ダンスはまだまだ足りないけど、はい、うん、笑うときに見る人を笑顔にする力があります。はい、その力がわざとらしないです。本当にナチュラルに感じられます。自分だけの明るくて元気な力が本当に良かったです。まだまだ足りないけど合格させます。合格させます。ありがとうございます。切ってください。おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。不安だったんですけど、その分表情でカバーできるって言われたので、今度は歌やダンスも成長した姿でお会いしたいと思いました。本当に可愛いです。ああ、表情が素晴らしいです。あ、そんな素優が本当にアイドル人材です。ああ、저거는가르칠수가없어요。あれは教えることができない。はい、お願いします。はい、すいません。会えて嬉しいです。こちらこそ嬉しいです。簡単に自己紹介してください。はい、高校3年生17歳花橋梨央です。よろしくお願いします。僕に花橋さんの顔で演技者みたい感じです。演技者みたい感じです。はい、よく言われます。どうしてこのオーディションに参加しましたか？はい、私はアーティスト活動がしたいっていう夢があって、その元通っていた EXPG スタジオっていうところにアーティストを目指して通っていたんですけど、そこを辞めた理由は正直演技がしたいから辞めました。小学2年生からずっとダンスをやってたんですけど、中学2年生の頃に EXPG スタジオというところに所属させていただき、一応トップのクラスとして所属させていただき、バニーズとして活動させていただきました。なんですけど、私はいろいろとその辞めてからもう自分がやってきたことをもう存分に生かせる場に立ちたいっていうふうに思ったんです。それなんかアイドルになりたいって言われたら、もう今までずっとアイドルだけを目指してきたっていうふうには正直言えないんですけど、もうとりあえず私は将来は輝いた存在になることしか夢にないんで、よろしくお願いします。やってみましょう。はい、歌手に歌唱力に劣らず大切なことは演技力です。踊った時は演技力がよく現れたので、僕が本当に魅了されました。ありがとうございます。
完璧にボットできました。ありがとうございます。自信と余裕があって演技力が完璧に現れました。ありがとうございます。驚くべきに才能を持っている。ありがとうございます。ダンスに合格です。合格です。ありがとうございます。来て来てください。おめでとうございます。ありがとうございます。次のステージがもう見たくて楽しみです。ありがとうございます。頑張ります。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ダンスが素晴らしいですね。芸術的です。素晴らしい。名古屋が憧れのパクジニョンさんの下で働きたいなと思ったので、自分がアイドルになれるなら一番には JYP でなりたいなと思ってて、ダンスとか歌に関しては厳しく指導していて、私の憧れです。先生、こんにちは。今日も頑張りましょう。저는사람한테서보이는부분보다안보이는부분이훨씬중요하다고생각하기때문에생각마음성격이런것들을말이나노래나춤으로표현할수있는친구를만나고싶어요제가제일좋아하는말인데人の見えないところを見えるようにすることが芸術です。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会えて嬉しいです。私もこちらこそ嬉しいです。参加者の中にノックした参加者はヒルマンさんが初めてです。本当ですか？アンケートを見ると名古屋で住んでますか？はいはい。どうして名古屋のオーディションした時はもう名古屋のオーディション終わっていて、どうしても受けたかったので仙台に来ました。비행기값이의미가있었으면좋겠네요。はい。自己紹介してください。はい。ヒルマニナ、14歳、中学3年生です。アメリカワシントン州出身です。日本に2年前に引っ越してきました。日本語と英語を話せます。よろしくお願いいたします。日本で2年だけ住んでましたか？はい、そうです。どうして日本語そんなに上手ですか？自分は最初日本に来た時に全然日本語とか書けなくて話せなくて、学校は普通の日本の学校に通ってたので、みんなとコミュニケーションが取れなかったことがすごい悔しくて、自分で努力して毎日勉強して喋れるようになりました。So your English is more comfortable? Yes, I'm more comfortable with English. It's amazing, it's been only 2 years and you speak Japanese that much. Well, my mom's Japanese as well, so even at home instead of using English and with my sister as well, I try to use as much Japanese as possible. 頭が本当にいいだと思います。全然よくないです。じゃあ歌を聴かせてもらえますか？はい、はい。風の匂いが変わって、風の匂い
が変わって春の日差し動き出す気持ち退屈じゃないのになぜかたまに物足りなくなるね新しい私を見たいから新しい私を見たいから始まりの予感を信じて歩き出すの今ここからすぐに手が届きそうな Brand New Day ありがとうございましたOkay. All right. ダンスを見せてもらえますか？はい。I want to ask you something. Tell me about your self-discipline. Are you able to really discipline yourself and stay humble? I feel I need to understand where my placement is because if I didn't, then the people around me would get hurt and the people around me would not think of me as someone who's caring and kind and would not trust me when it came to things that they wanted to trust me with, so. Okay, then I'll tell you. I think you're totally a star. Totally a star. Thank you. I could explain to you all day about specific elements, but you're just a star. Thank you so much. That means a lot. You know how to express yourself. Art is basically expressing yourself. Most of the participants think this is some kind of a test or a contest to show their skills, but it's not. This is not a contest. It's about, I'm always trying to see if they can express themselves.何よりもいいことはパフォーマンスをするとき自分のキャラクターがそのまま現れるところです。それは本当に特別ことです。ありがとうございます。次のパフォーマンスがもう見たくてワクワクします。ありがとうございます。頑張ります。聞いてください。おめでとうございます。ありがとうございます。Great job. 精一杯頑張るのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。どうして대박이다。わあ、これくらい驚くべき才能は。なかなか見られなかったです。ああ、驚きました。今回のグループにこれで自信が持てました。